は、ソニーショップテックスタッフの店員佐藤です。今回は、Android についている簡単な機能なんですけども、クイック共有というものをちょっとデモしてみようと思います。今年の Xperia だと、今年の2月から3月にかけて OS のアップデートがあった時に、同時にですね、ロールアウトしてきた機能で、以前はニアバイシェアという名前の機能でついていたのが、今度からクイック共有という機能に名前が変更になっています。それと同時に、Google のクイック共有というソフトウェアが Windows 用に出ていて、これによってですね、Android スマートフォンから PC に、それから PC から、Android スマートフォンに、ファイル転送がすごく簡単にできるようになっています。機能をオンにするだけなんですけども、なかなかこれ使ってる人が私の周りではあまりいないので、今回情報共有できればなというふうに思います。こちらにあるのが、Xperia の 1Mark5、 こちらにあるのは Xperia の5Mark5 になります。この機能自体は Android OS の 6.0 から搭載されていますので、やや古い、Xperia の XZ とか、OS8 の積んでる、Xperia とかでも、もうすでに先ほど試してみたら利用できるようになってました。今回は最新モデルでちょっと試してみたいと思います。さて、どんなことができるのかをちょっとここでやってみたいと思います。まずはですね、一番簡単な写真のシェアからやってみたいと思います。もうすでにちょっと機能はオンにしてあるんですけども、フォトを開いてですね、この写真、これをこちらの Xperia 1Mark5 から 5Mark5 の方に、送ってみようと思います。共有をタップ、そしてここに出てくるクイック共有というのがあるので、ここにもうすでに出てきてますね、 Xperia 5Mark5 が。これをタップしてみます。はい、そうするとこのようにして、もう簡単に送れてしまいましたね。Xperia 5Mark5 の方に今の写真が、送られたので、これでダウンロードを開くというふうにやると、今送った写真がこうやって、開くことができます。逆も簡単にできるのでやってみたいと思います。今度はXperia 5Mark5 の方から写真を開いて、それを、共有でクイック共有というのを押してあげると、これで、Xperia 5Mark5 が出てくるので、これをタップしてあげれば、はい、もうこちらに送られてきましたね、ダウンロード表示で、今送った写真がこうやって見れるという仕組みになっています。これでですね、送れるのは写真ファイルだけでなくて音楽ファイルとかも送れます。例えばここで、マイケル・ジャクソンの曲がありますけども、これをですね、共有するときは、右上のメニューから共有を選んで、やっぱここでクイック共有、これを押すと 1Mark5 の方に、 5Mark5 の方に転送することができます。で、転送して、1アイテム今送られてきてますね。Wi-Fi じゃなくてこれ Bluetooth なので、ちょっと時間がかかりますが、はい、送り終わりました。これでダウンロード表示で今の曲が開くので、これでもう音楽再生ができるようになりますね。というような形で、写真ファイル、音楽ファイルにかかわらず、Android で扱えるファイルであれば、すべてこうやって、送ることができるようになっています。この、ファイル転送は Android だけではなくて PC とも、できます。ちょっと先にまず PC から送ってみましょう。 PC からの場合は、この Google のクイック共有というウィンドウを開いておいて、そこにドロップします。写真を一回ドロップしてみます。はい、ここで、Xperia 5Mark5 の方が出てきましたね。こっちにじゃあちょっと送ってみます。来ました来ました。これで、画像を承認するというふうにやると送られてくるので、ダウンロード表示、はい、これで、今送られてきた写真が、Xperia の方に、入ってきました。逆にこちらからも PC に送ってみたいと思います。フォトの中から、今度はじゃあこの桜の花を送ってみましょう。共有でクイック共有にして、
これで、ファイル、BIOS15 のものを見ると、あ、見ましたね。開くと、今送った桜の写真が PC の方にもこうやって出てきているというわけです。ですね、コツがちょっと一つ、いくつかあって、受ける側はですね、送信状態になってないこと。お互いに、スマートフォンもしくは PC でファイルを送ろうとしている状態の時は受信ができないので、片方は必ず受信できるようにファイル送信は同時に行わないというようにする必要がある。それともう一つ、これちょっと私もドハマりしてたんですけども、開発者オプションというのが Android の場合あるんですけども、これをオンにしているとクイック共有というのが機能として使えないというか相手側に出ないようになっているみたいで、あれクイック共有なんか不安定だな、画面表示出てないぞとかっていう時はに、開発者オプションとかを使ってらっしゃる方はそれを、オフにしないと使えないので、そこがちょっと注意された方が良いかなと思います。覚えてしまうと、もうこうやって、PC と Android の間もしくは、Xperia 同士でファイルをやり取りするときに、ケーブル使わないでも無線でもうこうやって Bluetooth でやれるので、Wi-Fi で繋がってる必要もないぐらい表でも友達とのやり取りとかができるようになっています。なお設定するときにですね、このクイック共有というのを選ぶと、自分のデバイスにだけにするのか、それとも自分の Gmail の連絡先に入っているところだけにするのか、もしくは全ユーザーでやるのかっていうのを選ぶことができます。全ユーザーにしておくと電車の中とかで誰か知らない人からのファイルを送られてしまったりとかっていうこともあるかもしれないので、そういった可能性が、そういったことがトラブルが起こらないようにしたい人は、自分のデバイスというふうにしておけば自分の持っているスマートフォン同士もしくはPC とのスマートフォンだけに、限定できるので自分のデバイスというふうに設定しておくと良いかもしれないですね。これで、お友達とファイルをやり取りするときだけ、その時にだけ全ユーザーにしてしまってやり取りをするなどという使い方ができると思います。私も取材でですね、お借りしている、スマートフォンなりエクスペリアなり端末で、そこでスクリーンショットを撮ったものを画像転送するときはその時だけ一瞬全ユーザーという設定にして、これで、ファイルのやり取りをして、ケーブルレスで、ファイルの、受け渡しをして帰ってくることがあります。ぜひ、Xperia ユーザーさん、Android ユーザーさんはお試しになってみてください。